ラテニベナトリクスレティニバナトリックスはトロードン類に分類される恐竜の属。2017年に以前はトロードンのものと思われていた化石に基づいて記載されたラテニベナトリクスマクマステライエールマクマスター一種のみで知られる。頭骨は45センチメートル、全長は3.5メートルと見積もられ、基地のトロードン類では最大のものである。本属の記載に伴い、 長い間トロードンのシノニムとされていたステノニコサウルスが有効名となりトロードンが疑問名となった。ラテニベナトリクスのホロタイプは1969年にデール・ラッセルによってステノニコサウルスとして記載された。1987年にはステノニコサウルス族自体がトロードンと改められた。活跡は1968年にアイリーン・バンダロー。 アイリーン・バンダーロによって、カナダ王国南部、アルバータ州のダイナソーパーク類層で発見され、標本は、複数の頭骨要素、四つの脊椎骨、四つのあばら骨、複数の血道弓、腹肋骨、かなり完全な前足、不完全な後足からなる。さらに、三つの追加の標本が、同じ場所から見つかり、同種のものと考えられている。それら追加の化石は、 不完全な標本たちを代表するものとなった。そのうち一つは骨盤を含んでいる。ラテニベナトリクスは以下の骨盤の特徴によって他のトロードン類と区別できる。ラテニベナトリクスは派生的なトロードン類であると考えられる。おそらくアジアのリンヘベナトルやフィロベナトルと起源である。ラテニベナトリクスは最大全長3.5メートルと推定される最大の トロードン類であることが知られている。典型的なトロードン類のように、おそらく原始的な飛行能力を持たない、半雑食性の二足歩行動物だった。そのニッチは、同じ地層から知られているより小型のトロードン類である、ステノニコサウルスのそれとはおそらく異なると思われる。両族は、蒸気の形態学的相違によって区別することができる。ありがとうございます。